米大リーグダイヤモンドバックス、ドジャース、31日、米アリゾナ州フェニックスチェイスフィールド。ドジャース大谷翔平投手、30、が31日、日本時間9月1日、敵地、D バックス戦に1番、DH で先発出場。66の8回虫1塁で迎えた第5打席は4番手サワンパクの前に見逃し三振に倒れた。 三塁手が遊撃の定位置付近を守る極端な、大谷シフトが敷かれる中で初球はセーフティーバントの構えを見せ、最後は低めの変化球を自信を持って見逃したが判定2点を仰いだ。大ブーイングで迎えられた初回戦闘の第一打席ではフルカウントからの8玉目、ケリーの847マイル、約136、3キロ、カーブを完璧に捉えた。打球速度百八。 9マイル、約175、3キロ、打球角度35度、飛距離420フィート、約128メートル、でバックスクリーンに飛び込んだ。2試合連発の44号ソロは今季5本目、通算11本目の先頭打者本塁だ。一塁側のドジャースファンからは地鳴りのような歓声と MVP コールが巻き起こった。2番、ベッツ、3番、 フリーマンもホームランで続き、ドジャース史上初の初回戦闘からの三者連続アーチ。MVP トリオが球団史に名を刻んだ。3対4と逆転された直後の2回無満塁の第2打席では同点に追いつく中木比を放ち、この日2打点目でリーグトップのオズナ、ブレーブスに並ぶ98打点目を挙げた。現時点で2位のオズナに7本差しで独走している本塁打との2冠に立っている。 4回先頭の第3打席は1ゴロ、6回1死の第4打席は2番手左腕、マンティクライから2ゴロだった。前日30日、同31日、の同戦では史上初の43から43を達成した。2回、昨年9月に手術を受けた右肘に支給を受け、一瞬ヒヤリとしたが、その後2試合ぶりの2投となる43投類目を決め、四二から四三とすると、 歴史的瞬間が訪れたのは8回西だった。シーウォルドの93マイル、約149.7キロ、直球を捉えた。打球速度99マイル、約159.3キロ、打球角度32度、飛距離380フィート、約115.8メートル、で左翼席に着弾する2試合ぶりの43号ソロ。43の43。 に到達した。これまでは42本塁打、46盗塁をマークした98年の A ロドリゲス、マリナーズの42から42が最高記録だったが、投手としてはリハビリ中の大谷が上回ったが、この日も勢いは止まるどころか拡大した。30日終了時点でシーズン51本塁打、51盗塁ペースだったが、 この日初回の一発で同52発ペースに前人未到の50から50も現実的な目標となっているナ・リーグ西地区首位のドグンと2位のディーバックスの直接対決はこの日が第2戦大家のバットが3年連続の地区優勝を手繰り寄せる